さあ今回のカープライマーですね、小出さん、はい、前回、まあ、前回っていっぱいあるからあれなんですけど、ね、アルテッタと、うん、アルテッタとスープラね、ナナハルスープラ、うん、はい、そういうふうにね、うん、我々が、まあ、好きな、まあ、90年代の、まあ、あのスポーツカー、そうですね、80年90年の若い頃ちょっと乗りたかった車、うん、はい、乗ってたりとか、うん、ちょっとね、いろいろ取材で乗ったりとかしたあの車たちを、うん、乗ってみたいというやつの、うん、今回は、MRS、はい、そして MR2SW、 もうトヨタが代表するミッドシップスポーツカーと言っていいんじゃないですかね、うん、トヨタの代表する2人しか乗れない車、確かに、うん、2人乗りですから ね、 ね、はいはい、もう僕ね、だいぶ憧れましたね、これには。あ、そうですか。憧れました。実際これ僕レースでも走ったことあるんですよ。え、土屋 MR2 で、これ竹下と何のレース？GT 選手権。あ、そう。95年、96年かな、96年かな、これ。あ、そう。この MR2 がデビューの時に竹下と一緒に出たんですよ。足踏み当てた時ってやつ？そうそうそうそれが96年。ああ、うん、そうかそうか。 MR2 ね、足踏み当てただけじゃちょっとわからないと思うんでちょっと説明してください。人間シミュレーターね人間シミュレーターをやってたことがありましたね。で、 MRS もスーパー GT 選手権走ったんじゃないですか。あれ乗ってたっけ、これバンドの。乗ってない。青木か、あれは。田中稔さんとか、うん、青木乗ったっけ、ね、青木も乗ってたんですね、確かね。青木じゃなくてね、あのなんか、え、違うな、違う違う、うん、青木乗ってたと思うよ、ウェッツカップ。ね、あの背の小さい後藤くんじゃなくて、なんか、あ、そんな人、そんな彼、うん、懐かしいね。まあ、あの MR2 といえばですね、うん、まあ、初代は AW11 から、まあ、AW11 が一番最初のトヨタのミッドチップスポーツカーですよね、うん、今はね、うん、あのすごい人気が上がってきてるらしいんですよ、 AW、はい、でも確かに AW が人気高くなるのはちょっと分かりますね。まあ、あの個性的なスタイル、うん、そしてあのリトラクタブル、ね、はいはい、で、まあ、こちらSW もね、リトラ、うん、リトラでね、うん、もうあの今となってはもう出てこないじゃないですか、こういう車が。確かにめちゃくちゃ綺麗ですね、これ、はい、もうあの道路交通法じゃないわ、あの車のルールとしてこの、うん、こういうライトはもう、あ、もうダメです、ね、もう出てこないですからね。はい、確かに、はい、まあ、そんなね、うん、こちらの2台なんですけども、うん、我々の昔話だけ語ってもしょうがないんで、うん、オーナーにちょっとお話を聞いてみたいかなと思います、はいはい、ちょっとオーナーがびっくりする人なんでね。あ、そうなんですか。はい、見たら多分びっくりすると思います。すいません、よろしくお願いします、はい、オーナーさんね。じゃあ、まずはじゃあこちらのオーナーさん、はい、はい、ほら女性ですよ、女性。間にどうぞ。女性オーナーとみんな思わなかったでしょ。素晴らしいですね。お名前は？あ、ミカチです。ミカチさん、はい。あのミカチ。ミカチ。ミカちゃんじゃないんだ。ミカチなんだ。はい、ミカチね、はい。こちらの車は今保有歴ってどれぐらいなんですかね。10年ぐらいですか。10年ぐらい。10年。なぜこんな女性がこの車に行ったんでしょうか。あの主人が乗ってたのをもらって、でそれでつくば走ってたらブローしたんでまた新しく買った。あ、ちょっと待って、話が早い。ごめんなさい。もうつくば走ってブローしたと。ちょっとその主人が乗ってたのはどのぐらい乗ってたんですか。それはもう新車からずっと乗ってて、それをじゃあ奥さんが引き継いで、はい、サーキット走るようになったわけですか。そうです。それまでもサーキット走ってたんですか。はい、走り屋なんですね。もともとスポーツカー好き。はい。じゃあこの車の前にも何かスポーツカーに乗られてた。はい。それ何乗ってたんですか。それはインテグラタイプ R の4ドアで、子供ができたんでファミリーカーを買いました。あ、インテグラを手放してファミリーカーを買って、はい、でご主人がこれ持ってらっしゃって、はい、でこれをもらって引き継いだと。はい。でこれでサーキット走ってるわけですか。はい、そうです。でエンジンブローしたと。そうですね。エンジンブローって普通しませんけど、何が起きたんですかね。多分オイルの偏りですね。ガスケットがどうのこうのって言ってましたね。まあ、多分あの例えばよくあるオイルの偏りですよ。あ、それで壊れちゃって直したんですか。直したんじゃなくて新しいのをこれを買った。あ、2代目。あ、なるほど。そのじゃあ壊れちゃったやつはどうしたんですか。はあげました。
あげた。あげた。あの旦那さんが新車で買ったやつはもうあげた。あげました。直さないで。はい。あげちゃったんだ。あげちゃいました。でこれを買った。はい。これターボですか。ターボです。すごい、だってもう内装とか、うん、ないじゃん。後ろだけ入ってるだけです、ターボね。ターボです。これあの MR2 って初期型、中期、後期って3つぐらいあるんだっけ。はい、あ、5型まであります。5型まで、はい、それによって全然ハンドリング違うんだよね。みたいです。これは4型です。4型、あ、じゃあ比較的もう最後の方のモデルだ、はい、確かね、4型、俺の記憶によると4型ぐらいからミッションのシンクロが良くなって、うん、あのギアの入りが、うん、良くなったような気がするんだけど、3型からだったっけ、どうだったっけ、知らない、なんかメーカー的な、そう、かなり変わってるんだよね。足回りの特性とかもすごい変わってるんだよね。1、2、3型まではなんかガコ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 ってなんか入りが悪かったのが、4型から少しこう入るようになった気がする、すごい綺麗だね。これを乗り始めてどのぐらい経つんですか。これは6年ぐらいですかね。2006年、6年前ぐらい、あ、6年前ぐらいね、はい、素敵ですね。これでもまたさっきと走ってるんですか。走ってます。さっきちょっと聞いたけど結構速いらしいですね。あ、これで何秒だって言ったっけ。4秒7です、ね、めちゃ速くない。ありがとうございます。速いですよね。速い。この仕様で、はい、ジムカーナー N 車両言ってるワードがなんか今の見た目とだいぶ違うんですけど。すごいな、4秒ってめちゃくちゃ早いじゃないですか。普通あの MR2 を選ばなそうだし、内装剥がなさそうだし、うん、アタックとか言ってましたよね。はい、アタックっていろいろなんか似合わないですね、今の感じからすると似合わないよ。これアタックって言ってこの3点ベルト出してるんですか。後ろの箱に4点がついてるので出して。すげえな、うん、アタック車両ね、ナンバー付きのアタック車両ね。で4秒台めちゃくちゃ速い、すごいな。違います、あの走ってらっしゃるって ね、すごいびっくりです。なんかあのこれについてのこの自慢、こだわり、好きなところみたいなのありますか。やっぱりあのジムカーの N 車両っていうところで、うん、あのいじってない、うん、まあ、デフとかは入ってるんですけど、うん、その程度の足とか、エンジンとかはノーマルってことですよね。吸排気とか、うん、外観とかマフラーとかもノーマルで走ってるっていうのが自分の、マフラーもノーマルなんだ。コンピューターも全部ノーマルなので、ジムカーの何も触っちゃダメだもんね。確かにサスペンションは変わってるんですよね。はい、なのでその中でどんくらいタイムが出るかっていうのが、それでラジアルで4秒台とか出ちゃうポテンシャルがあるわけだね。そうなんです。めちゃくちゃ速いじゃないですか。じゃあ MR2 最高です。最高だね。車はそんなに速くないと思うんですよ。ねね。いや4秒台ってすごい速いじゃん。だから運転技術が間違いないある。筑波歴も長いんですか。まあ、5年ぐらいですか。5年ですね。5、6年。その前は何かやってたんだっけ。もうずっとジムカーナーやってた。ジムカーナーやってた、はい、あ、うーん、すごいな。じゃあサイドブレーキも引いちゃうわけ。えい、おー、すごい、かっこいい。ちょっとエンジンルーム見させてください。エンジンルームあんまり綺麗じゃないんですけど。大丈夫ですよ。でも車の中すごい綺麗。よかった、エンジンルーム映っといてこっち開けたらどうしようかと思ってた。すごい綺麗。あ、これ今でもそこトランク開けてる。トランクなんだ。トランク開けてる。エンジンルームはその後ろのとこにドア開けていただいて。ああ、確かにエンジンルームはそれなりですね。はい、これだから年式でいうとこの車は1990、え、知らない。90何年だろう。見れば分かるんですけど。確かに全然触ってない感だもんな、始まると。これだけ買いました。プラグコードだけね。2年前に買いました。2年前にね。これもうちょっとなんか綺麗にしたいってことね。最近いいあのアルビの錆取り剤とかもあるからね。そうなんです。じゃあこれがね、生地綺麗だから、うん、そういう風に言いたくなっちゃうんだよね。確かに外装がすごい綺麗だから、これが外がどうでもよかったら全然言わないんだけど、うん、確かに以前もね、なんかねボロい AE85 が来た。確かにね。それはどうかな。雲買ってるの。ああ、雲。
そうで、これじゃあ2台目ってことですね。はい、2台目ってことね。2台持ってるよっていうと。2台持ってる。あ、今2台。2台あんの。去年6月に黒いのを増車しまして、これジムカーナ仕様にましてて、その黒いもう1台はサーキット仕様で、うん、あ、違うんだ。ジムカーナ仕様とサーキット仕様違うの。足だけですけど。どっちが速いの。まだちょっとわからないですけど、これはノーマルですけど、黒はなんか、うん、いじってある風です。はい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 、はい、質問が2つあります。はい、2台いるってところと、旦那さんはそれをどう思ってんのっていうところです。いや、主人ももともと MR2 に乗ってたので、はい、多分好きなんだと思う、はい、旦那さんはもう乗らないの。主人は別に他の車に乗ってるので。2台いるってところは、なんで同じ車2台にしたの。ちょっと違う車行こうかなと思わなかったんですか。ちょっとこの車がエンジンをなんかオーバーホールしようと思ったら調子悪くなっちゃったんで、うん、はい、アタックに出るのにもう間に合わないから、まあ、とりあえずあり合わせで買って、うん、タイム出るんじゃないかなと思ったら出なくて、みたいな、そんな感じです今。あ、じゃあこっちの方が早いんだ今のところ。そうです。あ、いや、この前2月にあったアタックに出るために黒いのを買ったと。そうなんです。でも間に合いませんでした。なるほど、すごいな。すごい人、すごい人がいるもんですね。これ2個持つのも大変だし、その時車置いとくのもね。いや、間違いない。大変だし、も大変だしさ。MR2 2台欲しいってすごいですね。何台でも欲しいです。MR2 が。はい。その黒いのは何型？4型です。4型、はい、同じだ。MR2 何台でも欲しい。何台でも欲しいです。あ、もうそのぐらい MR2 に続行なわけね。そうです。どういうとこが好きなんですか、MR2 の。まずこう格好。見た目。見た目がすごい好きで。うん。確かに今じゃもう考えられないスタイルだよね。そうなんですよ、うん、で皆さん乗ってる車って大体市販車なので、いっぱい乗ってる人いるじゃないですか。いっぱいね、うん、あんまり乗ってる人がいない。ああ、出会わないってことね。出会わない。うんうんうん、はい、なるほど。確かに、まあ、個性があるよね。あとなんか難しいって思われてる車なので、乗ってるだけですごいねって言われる、うん、あ、運転がね。確かにこれは、あの当時この車が出た頃ってすごくオーバーステアとか難しくて事故っちゃう人が結構多かったって言われてる車だよね、まあ、当時やっぱタイヤのレベルが今よりも全然低いから、よりそういう傾向になった。今やっぱタイヤが良くなってるからそんなことも多分ないんだろうけど、確かにそういうイメージあったよね、MR2 はね。特にこう、あの 3SG の SW になってからね。でも結構これ富士フレッシュまで、まあ、NA だけどワンメイクレースとかで30台以上とかいたの。30、40台近く MR2 だけのワンメイクレース。へー、流行ってたの。大人気だった。早かったの、そんで。ターボじゃなかったけど、ちょっとね、俺も昔ちょっとちょいちょい乗ってた記憶が今かすかにあるんで、ちょっとこの後乗らせてもらうのが楽しみですね。街中で乗ってたの、それ。うん、へえ。広島にいた頃。へえ。俺がもう保有したことはないんですけど、うん、あの友人が持ってて、ちょっとしばらく借りてたことがあって。ドリフトしてたの。ドリフトはしてない。ドリフトはしてない。うん、あの話してもしょうがないけど、うん、俺の友人が彼女と付き合い始めて、うん、彼女の家に転がり込んでって、はい、あの車の置き場がないからってことで、うん、俺がずっと預かって乗ってたから広島っぽいな、なんか。だからしばらく借りて乗ってたんです、街乗りで。で、うん、まるで自分の車のように、うん、まあ、常にまあ洗車とかワックスとかかけて、うん、ほんでね、ここにね、うん、これホグね、ホグあるでしょ、うん、これなんか黄色い玉だったのかな、はいはい、それを割って、うん、はい、白に勝手に変えたりとか、外してね、中を砕いてねっていう、そうそうそう、勝手に白にしたりとか、あ、なんかね、これもでももともと白だよね、これは。白です。勝手に改造してた、それは。これ乗ってる頃はもう仮面ライダーを目指してる頃。いや、まだ目指してない。無理くりぶっ込まないように違うんだ目指してないから目指してないんだ、うん、ああ、そうなん、乗ってたんだね、それより人間揃ってる、何あの話あ、だから僕はだから最初、一番最初にこの車を土屋、うん、エンジニアリングっていうところでね、レーシングチームがあって、それで夜な夜な作ってたんですよ、 GT カーを。で僕は仕事終わってから土屋エンジニアの毎晩のように行って、でいよいよこの車を走らせるっていう GT カー、本当に手作りの GT カーを。
で土屋武志っていうのと一緒に組むことになったんだけど、一緒に乗ったら俺結構俺早いなと思ってたんだけど、土屋武志よりすごい遅かったので、土屋武志が乗るとこの車はアンダーステアだって、うん、で俺が乗るとオーバーしか出ない、うん、でどういうこっちゃみたいな。でそこでそのタイヤの使い方とかそういうのが、今まで FR ばっかり乗ってたから、こういう初めてミッドシップ乗った時にちょっと乗り方が全然違うなっていうので、土屋春郎さんがトラックに呼ばれて、お前ちょっとすぐブンブンって言って一周走ってみろって言って、足出してヒーラントゥーしながらブンブンブンって言って、それがで一周走ってそこが違うんだとかってボンと怒られてる。それがねシミュレーターの最初。それでいやいや、それでね、その時に気づいたのがリアタイヤの使い方っていうのがそこで初めて勉強になった。要はブレーキとステアリングでリアタイヤに荷重を乗せてターンインするっていうのをそこで勉強できた。ちょっと一周走ってみろって言われたのも、うん、車に座ってやったわけじゃないもんね。椅子に座って反対側に春尾さんが座ってハンドル持って一周ブーンブーンブーンってブーンブーンブーンってエアーでしょ。シミュレーターそうでブレーキを残しすぎてることがそこで分かって、だからオーバーステアになっちゃうんだみたいなのを、でこうトラックの中で延々それをやってたの。ギャラリーがすごい増えちゃったすっごい恥ずかしかったそういうね思い出がある MRS。 でもね結構だから そこでドライビングのそのリアタイヤの荷重っていうのをこの車で教えていただいて、普段のその通勤から、その頃シルビアに乗ってたんだけど、後ろのタイヤの空気抜いてわざとこう後ろが流れるようにして、リアタイヤの荷重って常に感じる練習をずっとしたんだよね。そのぐらいこの思い出深い車、うん、はい、いい話だ。いい話、仮面ライダーよりはいい話だこれね、まあはい、ということでね、うん、尺も長くなってきたんで、確かに今回はここまで、うん、いいですか、この動画が良かった、うん、あ今回これ終了ですねいいですね、短めで、はい、ね、こっちで一本にしようよ、もう確かにね、これでね、ということで、はい、本来は、うん、ね、うん、こっちを紹介したかったんですけど、うん、また次回。そうですね、こっちはこっちですごく見ててもなんかすごい綺麗なんで、はい、興味があるんで、今日のロケは MR2 だけではあって、ね、こちらの方はまた次回来てもらいましょう。そうしましょう、一旦今日は帰ってもらって、はい、まあ、帰らなくてもこのまま続行でね俺はこれでちょっと行きましょうか、ということでちょっとこの、はい、トランクが濡れてる MR2 をはい、乗らせてもらってよろしいでしょうか。お願いします。乗るとなんかビチャビチャ言ったりとかしないの？大丈夫です。そんなに溜まってはないです。そこまでは濡れてないね、はいはい、しっとりとしっとりとカーライフはもっと楽しく便利になる情報が満載、カーミーで検索。いやアナログだね。アナログですよ。アナログだから、まあ、つかみやすくていいね、うん、今の車ってさ電スローとかがあるから自分の思った量スロットで開けるのがなかなか難しいじゃん。確かに。欲しかったな、これも欲しかった、乗りたかった。あ、そう、うん、土屋さんもね、経営オフィスのあったからね、乗ってたよね、開発やってたからね。このね、MR2 の好きなのはね、この肘を乗せてこうシフトできる。あ、そう、これ好き。これがですね、AW もそうなんだけど、ちょっと憧れた。ガングリップっていうか、そのね、そう、だから AE とか乗ってた頃はシフトノブなんか長くしたり、うん、ここになんか置いたりとかして、ちょっと、うん、そういう気分もね。この運転席とこっちがセパレートされてるやつが、いや、すごくいいなと思って、それが羨ましかった。デフがよく効いてるね、これ。効いてますね、やっぱジムカーな仕様っていうだけありますよ、うん、これ足は変わってんだよね。足は変わってると思います。まあ多分定番のビルシュタインとかじゃないですかね。ああ、ジムカーナといえば、ジムカーナといえばめちゃくちゃエンジンマウントもバリバリ全部入ってますよみたいな。これででも4秒って早いね。
だから改造ポイントが少ない割には、うん、N 車両だからの割には結構スパルタンだね、なんか動きが。そうね、もう完璧な本当に競技車、競技車、ジムカーナ車両。しかしこれを2台持つってすごいな。あれ、これティーバールーフみたいなのあったよね。あったね、取れるやつね。あった、高級車。確か三上博史の君の瞳に恋してるって、ああ交差点でチューするやつって MR2 じゃなかったっけ。懐かしい、三上博史が懐かしい。もういないね、浅野敦子と三上博史が。ああ確かに当時のトレンディードラマ。おいおい、懐かしい、後ろから音がするの懐かしい。確かに、なんかあの良い意味でいい加速感があるね。なんか後ろから蹴られてる感があるよね。すごくいい、すごいな今のね、うん、感じで言うと GR86 と一緒ぐらいのパワーかなこれ。あ、そう、200馬力ぐらいあんのかなこれ。あるよね、200ちょっと。200どころじゃないでしょう。そうか、 GR86 ぐらいの感じじゃないのかな、加速感。だって S13 シルビアとかでさ、うん、200馬力とか220とかじゃなかった。あ、そうか、2リッターターボだもんね。でも240、50あるんじゃない。240、50か、ちょうど同じぐらいな加速感な感じがする。でもやっぱターボなんで下のトルク感はやっぱすごい ね。ターボ引いてるところのトルク感はね、うん、上はちょっと回んないなって感じはあるけど、まあまあ、ノーマルなんでね、うん、余計が。確かにこれ改造したら300馬力ぐらいになっちゃうもんね、すぐ、うん、ね、いいね、なんか昭和の速さな感じがする。音がすごい、これはもう、もうね、マウント変えると全部この音になっちゃうからね。まあそれもだし、やっぱり当時は遮音が、ね、うん、確かにね、そこまでやってないもんね、うん、ブーストもノーマルでコンマ9ぐらいか、コンマ9ぐらいかかってんの。多分若干やっぱブースト上がってそうだよな、うん、ちょっとブーストアップしてるような気がするけど、まあまあ1キロかかってるね、うん、すごい、なんかもう前が何もないみたいな。そう、ほんとね、もう全く前が見えないから。ハイエースと一緒、ハイエース一緒だよね感覚。すげえな、この感じはすごいな、ね、確かにボンネット見えないもん、すごく下降りてるね、うん、めっちゃかっこいい、あー、すごい懐かしい、このなんか MR2 のこのレーシングカーもこんな感じだったもんな、すんごい曲がるのよ。あー、ノーズが入る。そう、入りすぎてオーバーしたのちゃう。あー、いかにブレーキを残さずに、あのね、フロントを上げて、そう上げてリアに荷重で単位するみたいな。その頃の俺の空気すごい言ったもんね、うん、あの内輪設置をとか、そうそう、ね、すごいそう意識するようなドライビングをこの車で覚えて、自分のシルビアで練習した。シルビアだからちょっと違うんだけど、うん、リア荷重ってのすごい練習したもん。でもリアタイヤの空気を減らして、うん、タイヤをたわませて動くようにして、そう分かりやすくなるから、ね、うん、いい練習だよね。これをね、バンド紹介に通勤するとき峠があって、うん、毎日やってたんだよね、こういう感じで。オーバーステアの車はオーバーステア出さないように練習するね、うん、なんかやっぱターボはターボでいいですね、あの、こうクルージングしてる時のトルク感がすごくある。だって 3S っていいエンジンだからね。ね、うん、もうトヨタを代表するエンジンだよね、3S、1J、GT にも使ってた 3S ね。使ってた 3S だからね、当時の GT500 も。ドッカンターボでね。ドッカンターボ。3S はだからターボと、うん、それこそ JTCC なんか NA もあったからね。うん、アルテッツァも 3S だもんね。そうね。でもこの車でこのタイムアタックして、うん、それなりに速いですって言ったら、あのお母さんは速いんだね、好きなんだね。ね。ミカチさん、ミカチさんすごいね、面白いし、5秒切るってすごいよね。すごいよ、5秒切るってすごい。
でもなんかこのマウント変えてこの振動感が昔を思い出させるわ。思い出すよね。俺の発力とかもうるさかったもんな。発力は特にあのファイナルがリングギアがうるさいからね。トラクションありそうよね。ありそう。楽しそう。これ確かにこれさっきとしたら楽しそうな雰囲気がすごい出てる。この辺はねちょっと緩いんですけどね。うん。そのぐらいちょうどいいだろうな。多少ちょっとね緩くしてこないとピーキーで怖いんだよね。うん、でもこの頃の、まあ、トヨタ自動車ってそこまで走りに対してうまくできてなかったよね。確かに確かに。今のはすごくいいけどね。みんな改造車なんぼだったもんね。なんかこの辺のダッシュボードの雰囲気もいいな。ただこのダッシュボードが全然やれてない。ほんと綺麗だよ ね。もうとっくにしなって言われててもおかしくないのにね。マル2昔はなんか大きく感じたけど大きくないね。全然そんなことないね。小さい。マル2でかいなーなんて思ってたけど。新車から旧車まで現役レーシングドライバーが長編解説。カープライブ。バックモニターがない。バックモニターないともうきついね。バックするのね。最近本当にもう。もう怠けてしまっちゃってる。怠けちゃってるよね。ミラーも使うけど、うん、もう完全にここを見る癖ついてるよね。ついちゃってるもう。あとはソナーもピーピー。確かに。頼るよね。頼る。端っこの方まで寄せるのにね。近代文明があると楽だけどね。たまにこういう車に乗るとちょっと刺激があるね。うん。あ、いいね。なんかリジットって感じで。そして車時代にトラコンもないからね。ないよね。何もないもんね。ABS だけ唯一あるんだろうな。多分あんのかな。この当時だとないかな。な あるかな。年代的にあるね。なんか MR2 いいな。乗るとちょっとちょっといいなと。印象アップ。印象だいぶ印象アップ。なぜかこの頃の車って一台一台ちょっと味があってさ、あるね、その味が嫌じゃない味じゃん。うん、今の車の方が当然素晴らしいんだけど。うん、なんかいいよね。すごくいい。ミカチさんがこの車を気に入る理由もなんとなくわかる。わかるね。でも2台いらないな。2台はいりませんよ。2台はいらない。1台目壊れちゃったの含めたら3台目ってことね。よく考えたらさ、うん、これと似たような80スープラ、うん、何台も持ってる人知ってる俺。知ってる。でも今はもうそんなないよ。でもあの時前時は、ね、3台4台もあったでしょ。まあ早い。なんか加速ってしてシフトを変える時にクラッチを切ったら減速感がすごいね。もう確かにこのグッっていうね、こうなだらかに降りずにグッとなるね。あの車格に合ったパワー感というかその加速感ですよね。無理なこともなく一番楽しめる。これもやっぱ車重っていくつぐらいなんだろう。1トン、これは1トンちょっとあんのか。200ぐらいあったの。いや200はないんじゃないかな。1200はないのかな。まあ1200あってもちょうどぐらいじゃないの。確かにね。まあ、T バーじゃないからな。多分ね、1200ないと思うな。気になり始めてきた。MR2。やっぱね、これ4型だからミッションの入りがいい。いいよね。うん。1型、2型はもうちょっとね、入り悪いのよ。なるほど。ああ。1210から1270。ああ。やっぱそのぐらいだ。いいとこだ。高速乗ってしまうとさっきまでのなんか乗り心地悪い感じと、
振動がビリビリいってる感じがだいぶ薄まるね。確かに街はね、街はこれ普通に乗るのはこれ結構きついね。馬力はどんぐらいあるんだろう。250ぐらい、235くらい、235かな、235馬力、もう245。あ、素晴らしい。やっぱ GR86 と同じぐらいのポテンシャルだな今の。多重もちょっとこっちの方が軽いけど、カーブは GR86 の方が速いだろうけど、加速直線はこっちの方が速いよね。それがだってもうこれも99年だか98年ってさっけ、これ98から、89から99だもんね。これ4型って言ったからもう今からやっぱ30年ぐらい前の車なんだね。30年前か。で 3S ってちょっと丈夫だから、エンジンが馬力上げてもまあまあ持つからね。確かにね、確かに。これのワンメイクレースがすごい速かったんだよな。 NA で NA だったよ確か。村尾信号が速かったの。おトムスで乗った村尾信号が。おトムススピリットで東辺僕、うん、ちょっと羨ましかった。アクレ、アクレかな、アクレ、そうアクレカラーだったかな。あそうだよね、アクレと仲良かったもんね村尾信号は。なんかちょっとつくば走ってみたいねこれ。確かに面白そう、負けちゃいそう。でもオーナーが4秒7じゃん、うん、なんか俺らが3秒出せる気がしなくない。全くしない、5秒出る気がしないすごいよ。でも4秒7って相当、でもそんな5年ぐらいしか走ってないって言ったもんね。中も綺麗だな。 MR2 ありだな。 MR2 もしあったらなんかする、ちょっとチェックしちゃうみたいな。このボディのまま、うん、フェンダーだけちょっとかすって、うん、叩くというかあれして、うん、すごく車高端にしたい。見た目を変えたいってことね。見た目ノーマルで車高だけ落としたい、うん、前どっかなんかの時いたんだよな、 MR2 をそういう風にしてるの。かっこいいのがいた。かっこいいのが。確かにリトラの最後の車、そう、そんですっごい車高端にするとフロントがめちゃくちゃ薄くて、うん、うわすげえかっこいいと思った。70スープラとこれが多分最後でしょ、うん、リトラ。ああ確かにそうね、そうですね、トヨタの中でも。そう考えるとやっぱほら70はちょっとでかいじゃない、うん、こっちの方が面白いね。やっぱ今我々が古い車乗っていいなって思うポイントは味と軽さだもんね。軽さ、そう軽さ、これなんかちょっとこの丸みのボディをいろいろやったらちょっと面白そうだな。アルテッツァよりはいいなこっちの方が。まあアルテッツァは見た目がファミリーカーだからね。そうなんだよね、こっちは見た目がスポーツカーだもんね。もう早くこの MR2 のいろいろ中古市場を調べたくなってきたいくらすんだろう、いくらすんだろう。そんな多分高くないと思うんだよね多分ね。あの穴場よね、これこのパフォー車にパフォーマンスがあって面白いなこれ。安かったら、うん、もしかしたら流行らせ、そうそうそう、逆に第一人者になるかもしれない。いけるよねこれ、あんまやってる人いないもん。 MR2 に誰もイメージはないもんね。ない、全くない。カーライフがもっと楽しく便利になる情報が満載、カーミーで検索。さあ MR2 乗ってみましたが、スポーツカーですね。ですね、スポーツカー、はい。一番が運転してるとボンネットが何も見えない。ここね、まるで見えないですよね。もう本当に何も見えない、本当こうレーシングカー乗ってるみたいな感じですね。今ここから見てると、うん、運転席からここ距離あるもんね。見えないとは思えないのに全く何も見えない。結構下がってるんですよね、うん、かなり低い、うん、これだからあとこれ5センチ下げたらすげえかっこいい。確かにペッタンコになる。
それはね、かっこよくしようと思ったらね、あの、うん、ホイールタイヤのサイズ感変えたり車高下げたりしたらだいぶ変わりますね。いや、これからこの MR2 はまた人気出ちゃうかもしれないですね。あ、そんな気がしてきました、うん、あの今回はね N 車両、はい、ジムカーナ車両みたいな感じ、うん、N 車両ってことで、うん、まあ、改造ポイントもまあ少なめ、うん、で、ああジムカーナ車両だなと思うのがエンジンマウントとかを変えてるから。確かにね、振動がね、ダイレクトに入ってくるからね、エンジンの振動がすごく入ってきてましたが、うん、でも 3SGT のねエンジンのトルクパワーとか結構良かったですよね。あのやっぱりミッドシップの独特の後ろからこう押されるようなトルク感がこの車には感じられて、うんうん、多分走ったら楽しいんだろうなっていうのが想像ってきましたね、うんうん、でもまあオーナーがねこの仕様でつくばで1分5秒切ってるとは、いやちょっと信じられないです。かなりの腕前なんですね。かなりですね、私がもしこの車を借りて乗ったらそのタイムが出せる自信は全くないなっていうぐらい、うん、そのオーナーとの愛を感じましたね、うん、すごい。まあでも、うん、ガレージないんであの雨降ったらびしゃびしゃになるんですけどね。確かに、ね、うん、特にトランクちょっとちょい濡れだって言ってましたからね、はい、ということでですね、はい、あのなんか折田さん今こう試乗終わった後すぐなんか中古市場を調べてましたね。いや今ちょっと見たんですけどこの4型の、うん、SW20 のターボ、うん、まあまあ金額高いです。多分、うん、当時の新車価格よりも高いんじゃないですかね。いくらぐらいだったんですか。僕がパッと見た感じで200から高いのと300超えてるやつもあるんで縮小しますね。結構高いなと思って、まあ、やっぱね、うん、この時代のこういうスポーツカールックのリドラっつったらもう絶滅危惧種だからですね。やっぱり値段が落ちないのかな、うん、ちょっとまたちょいちょい上がってきてるんじゃないですか。あ、このやっぱリトラってのはやっぱポイントだよねきっとね。リトラ好きですか。好きです。もう一台も今持ってる、あ、トレノがありますけど、はい、いやありだなと思いました、はい、これはでもやっぱスポーツカーですね。スポーツカーですね。スポーツカーでした、はいはい、ちょっとね、サーキット出してみたいなと思いましたね、うん、はい、そういう車でしたね、はい、ということでね、はい、今回は急に MRS だけにぶった切ってしまいましたが、はい、いや素晴らしい、はい、オーナーもね面白かったですね、はいはい、次回は、はい、こちらにある MRS をお届けしたいと思います、うん、ということで、はい、皆さんまたお会いしましょう。これもお願いします、はい。